キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、江戸時代の SNS とインフルエンサーというようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから、最近、やっております NFT の DAO プロジェクトとして IT エンジニアのコミュニティなども、運営したりもしております。こういった情報をお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄ですね、そちらに記載しておりますので、そちらからもぜひよろしくお願いいたします。YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の江戸時代の SNS とインフルエンサーというようなところでの話なんですが、本日はですね、私の趣味でもある散歩をしながらですね、偶然見つけた、松尾芭蕉記念館についてですね、お話ししてみたいと思います。私自身ですね、仕事とか結構行き詰まった時はね、よくこう散歩をしたりするようなとこがありまして、結構頭の体操にいいんですよね、散歩って。はい。結構そのクリエイティブな仕事されてる方とかって、やっぱ結構この江戸時代のからはそうだと思うんですけど、大体趣味散歩って人多かったりしますかね。はい。特に私のこちらの番組はですね、IT エンジニアとか結構デジタル関連の仕事をされてる方結構多かったりするところもありますんで、ああいうのは、ね、結構無意識のうちにストレス溜まりやすかったりするようなところがあるんですよね。なので休憩とかね、そういった意味も兼ねてですね、こうフラッとこう下町とかね、こう散歩してみたりするのは、結構いいことだったりしますんで、私自身もね、それ習慣に、しているようなところもありますんでね、結構おすすめなところでもあるんですけど、特に瞑想法の一種でもあります、グリーンエクササイズとかね、そういった、ものとして、散歩するんであればね、緑とか川沿いとか自然豊かなね、場所を選んでやると結構いいとかいうふうにこう言われたりもしますかね。はい。で、東京にはですね、よく緑がないとか、そういうふうにこう言われたりするようなとこがありますけど、私の住んでいる東京のど真ん中もですね、結構探せばね、そこそこ緑がある場所とか結構あったりするんですよね。川沿いとかね、小さな、公園とかそういうようなとこだったらですね、点々と、いろんなとこがあったりしますし、また皇居とかね、東京のど真ん中ありますけど、あれある意味森みたいな、そんなようなところでもありますんで、そういったとこをこう選んでね、こうたまにこう散歩したりするのはですね、脳のセラピー効果にもこうなるんでね、結構いいんじゃないかなっていうような、とこでもありますよね。特にIT エンジニアの方はですね、デジタルデトックスとしてね、いいんじゃないかなっていうようなところで、私のこちらの番組でもですね、たまに、この散歩のすすめみたいな感じでお話の方させていただいたりしているようなところでもあります。はい。で、散歩の基本はね、何の目的もなくこうフラフラ歩いてたりするとですね、結構面白かったりするようなところあるんですよね。はい。思いもよらない場所とかそういったものとかね、発見したりするようなところがありまして、そこが散歩のちょっとした楽しみなところでもあるんですけど。はい。まず車に乗ってたりだとか走ってたりしたら、まずは見つけられないかなっていうのは、そういうようなところがですね、歩いてるとこう見つけたりしたりするようなところがあるんですよ。特に東京の下町はですね、いろいろ名所があるんで、ね、で、私もこの前ね、月島の川沿いとか歩いてたら、有名なね、坂本龍馬の海援隊発祥の地とか、そういうのをこう見つけたりだとか、また両国のね、小さな公園が実は勝海舟誕生の場所だったとかね、そういうような発見とか結構あったりしてね、面白かったりするんですよね。幕末とか結構私好きだったりするんでね、はい。それはいいとして、今回はですね、偶然見つけたね、江東区にあります、松尾芭蕉、記念館ですね。はい。最初見つけたのはですね、松尾芭蕉の銅像を見つけたんですね。で、なんとその銅像のある場所がですね、奥の細道のスタート地点だったみたいなね、そういうようなことがなんかちょろっと書いてあって、はい。で、ちょっとびっくりして、いろいろ調べたら、その近くにね、松尾芭蕉の記念館みたいなものがあって、なんかちょっと面白そうかなっていう感じで、ふらっとこう入ってみたようなとこもあるんですけど、なんか入場料200円でね、なんか入れるみたいだったんでね、はい。散歩がてら、そういう
ういったところでこうフラッと立ち寄るのもね、たまにはいいんじゃないかなというようなところで、まあ特に文学とね IT エンジニアって全然離れたようなところでもあり、まあだからこそですよね、普段考えてることとちょっと違う視点で物事を見れたりするようなところがある、ところもあんでね、こういうようなところにこう全然違う分野のところにねたまにこう入ってみるっていうのもですね、脳の体操に結構良かったりするんでね、はい、まあとにかく松尾芭蕉といえばですね、なんか私のね思い出としては、小学校の時になんかひたすらね俳句とかそういったものを暗記させられた、なんかね苦痛でしかなかった存在だったんですけど、今ね大人になってからこれ松尾芭蕉とかこう見てみるとね、ちょっと違う視点で物事が見れるなというようなところがあり、まあだからこそなんですけどね、まあ今回のそのタイトルみたいに江戸時代のねSNS インフルエンサーみたいな、そんなような感じでちょっとお話しさせていただいたところでもあるんですけど、まあこれ結構その記念館自体も面白かったところがあり、まあ現代の私の考えとこう照らし合わせながらね、ちょっと見てみると、まあ昔も今も同じだなーっていう、そんなようなところが思うようなところもありましてですね、ちょっとそれについて、今回ちょっと少しだけお話しさせていただければというようなところでもあるんですけど、まあとにかくね俳句というツールでね、まあ一つこう SNS の世界を構築した人だったんだなーというふうにこう感じるようなところがあるんですよね。はい。松尾芭蕉もですね、やっぱ当時、やっぱなんかこう、旅をしながらね、その道の行く中で、こういろいろこう創作活動をこう、ね、やっていたというようなところでもあり、まあ、なんかその、まあ、今ならではの、まあ、私の思考だからなのかもしれないですけど、なんかその現代でいうね、NFT になんか少し似てるようなことやってるなみたいな、そんなような感じでちょっと松尾芭蕉をこう見てしまったようなところもありましてですね、とにかく松尾芭蕉日本中旅しながらこう発信活動を続けて、まあ、その中で量産される俳句という NFT みたいな感じでね、でその俳句を通じてコミュニティが生まれるんですよね、はい、まさにこの NFT DAO プロジェクトに近いんじゃないかなみたいなね、そういうふうにこう思う節がありましてですね、まあちょっといろいろ考えさせられるところでもありました。はい。でまたね、松尾芭蕉もですね、結構まあ私と似てるというかね、逆張り思考派なんですよね。その時代とはちょっと逆の方向をこうついてみてみるみたいな、そういう考えの、持ち主だったようなところもありまして、まあそういったところもですね、なんかちょっと私改めて小学校の頃にこうね勉強していた松尾芭蕉とはちょっと違う視点でね、松尾芭蕉が、改めて、ちょっと見ることできたかなというようなところでもあるんですけど、まあ当時ね江戸時代では俳句といえばなんですけど、なんかねお笑いチックにふざけて歌うのがなんか江戸で主流だったみたいなんですね。でそれに嫌気がさして、ど真面目な方向でこう俳句を歌うというスタイルをこう構築した、そういうようなエピソードがちょっとあったみたいなんですけど、まあ、まさにねこうね、そういった時代の流れにこう逆行して、今持ってる自分の資産とか地位とか住んでる場所とかそういうのも捨ててこう旅に出るというふうにこう、それで俳句をこう極めていくみたいな、その生き様がですね、俳句の中にこう、反映されてるんだなというようなところもありまして、やっぱそのまあこれ今の時代でも昔も同じかなっていうのは、創作物っていうのはその裏に作者の生き様がね価値として反映されるものなんですよね。はい。まあそれがやっぱその昔もまあ同じだったのかなというふうに感じるようなところがありましたよね。はい。まあどこの馬の骨かわからないような人がふとね、古池や河津飛び込む水の音みたいな、そんな感じでね歌歌っても、何の人気もないし売れなかったとは思いますよね。はい。ただそういう松尾芭蕉のこうね生き様ですよね。それがそこの俳句の裏に載ってたから、そこまでの価値がこう出てきたんだなっていう風なところ、ちょっとつくづく思うようなところがありましてですね。これやっぱ今の時代も同じかなっていうのは、アップルとかね、フェイスブック、ツイッターとかそういうプラットフォーム、デバイス、そういったものはですね、創作物の裏にその当時こう作ったスティーブ・ジョブズやザッカーバーグとかジャック・ドーシーとか、ね、その生き様がねそのプラットフォームにこう乗ってるんですよね。だからこそ最初の初速で、一気にこう世界中にバーってこう広まった、それにこう共感したっていうような部分もあるんですよね。はい。
まあ、これはどの創作物に関してもこう言えることだと思うんですけど、無論IT 関連のサービスとかね、デバイスだとかそういったものにもこう言えると思うんですけど、まあ、それがねこうマッチするとですね、やっぱ世界で受け入れられているものが作れるのかなというふうなところをですね、まあ、ふと感じるようなところがあったんでね、まあ、この思いを今ちょっとここに、まあ、記録として残させていただいた次第でもあります。はい、では本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。